てているるがバイイナリファイルを対象とするものであって人間が読めるような出力は生成しない。1997年に最初にリリースされた。開発者はジョシュア・マクドナルドで保守も当人が行っている。ズ・デルタ1はアンドリュー・トリジェルが開発したルシンクのアルゴリズムに基づいていて、ルシンクよりも小さなブロックサイズを利用し圧縮していた。ズ・デルタ1では ブロックサイズ分はマッチする必要があったが、ズデルタ3はビクディフに基づいており、4バイト以上をマッチするところを見つけ出して圧縮している。ズデルタ1とズデルタ3は全く互換性がなく、API も1から書き換えられていて、Linux のディストリビューションでも別々に登録されている。最新版のズデルタ3にはいくつかユニークな機能がある。 標準のビクディフ形式の出力を生成でき、ビクディフ形式をサポートする他の差分符号化ソフトウェアと互換性を実現した。ユニックス、リナックス、BSD、マイクロソフト、Windows、MacOS で動作する。ズデルタは、どのプラットフォーム上でも、最大264バイトまでのファイルを問題なく、扱え、大規模バックアップファイルに適している。 ズデルタの出力するパッチファイルは ZIP などで二次圧縮すると圧縮率が向上する。ビクディフの仕様でもそのような使われ方を想定したものとなっている。ズデルタ3の出力するパッチファイルの一般的な拡張子は XD3。ありがとうございます。